松田正彦です。なんとこれね、ついに、ジクサーの、メモリーもね、1個メモリーになって、で1個メモリーになって、でガソリンスタンド給油入れマークがチカチカしだしたんですよね。チカチカしだしてからしばらくしますけれども、まあ、ゆすってもね、まあ、音はしてるんですけどもね、まあ、とにかくさすがにね、さすがについにガソリンを入れてみようと今、コストコに走ってですね、コストコガソリンを満タンにしてきました。メモったところによるとね、400、予測1と覚えてきましたので、439.1、これが、メーターですね。つまり 439.1 キロ満タンにしてから走ったということですね。で、コストコのね、ガソリンスタンドが 9.49、ですので、これ割る 9.49 はイコール 46.269757573。 つまりですね、今回第1回目の給油で、ジクサーはですね、リッター 46.2 走ったという、まあ、一応奈良市の段階で、まあ、全開にしてないとは言いつつですね、一切ゆっくり走ってませんのでね、一切ゆっくり走ってません。まあ、ビュンビュン走るとこビュンビュン走りました。正直言いましてね。リッター 46.2。これ燃費運転をもししたとするならばですね、一体どういう恐ろしい結果になるのかと。まあ、オペックもね、もうメジャーもね、もう勘弁してくれと。もうやめてくれと。もう分かったと。俺が悪かったと。もう頼むから、そういうの乗るのやめてくれというような事態になりかねない、アラブと石油メジャーからのプレッシャーと圧力がかかるんじゃない、製造に圧力がかかるんじゃないかっていうね、そういう懸念も抱かせるジクサー150の恐るべき燃費だったということでね、これはね、まあ、8割僕はツーリングで乗った分と、ところ桃子城の、通勤で乗った分ですので、まあ、ちょっとはね、一人の人間で弾き出したものではありませんけれども、まあ、バリバリに乗っててもですね、リッター45とかは、余裕で行くぞということが判明しました。ちょっとこれはちょっと感動ですね。120、俺の昔乗ってた中国製の125よりも全然いいですね。これ、もう恐るべき燃費です。ほんまに。お、やればできる。もうプッチになったやろ。うん。ちょっとプラグ。こんなとこにスパークプラグがあるね。うわー、これ熱っ。これ変えにくそうやな。まあ、いっぺん、ま、大体チャンピオンプラグの感覚は分かった？分からないな。ちょっととりあえずチェンジしてみよう。うん、チェンジしてみよう。いるかな、このプラグコード。ちょっと細いかな。下からっていうか、どう？熱い。力が入れる。私が入れる？熱いよ。冷ましてからにする？
どれだ。お、いけた。これ。どれ？こちらです。はい。でで。でで。ふんふん。こことあれがつながってた。このあれはダメダメなんですね。まあ噂によるとな。さあ回るかな。困ったかな。困った。あ、鬼トルクやこれ。インドのガチガチ？インドのガチガチはマジで。閉めたらいいってもんじゃないねん。めっちゃガチガチこれ。ガチッキーガチガチ。これはね、ちょっとちょっとやそっとやで、ね、うわー、勝手。これはちょっとダメみたいですね。ユニバーサルジョイントで、おっ、いけた。いきました。くる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 回しています。すると、パカッ。あ、入るわ、下から。こういう感じでいったらいけるね。落としたくない。熱が来た。熱が来た。手離し？うわ、熱い。取れました。ででどれどれどれ、やんでみましょうか。まず、チャンピオンで書いてますね。しかしこのチャンピオンのほら、なんつの、印刷自体がすでに悪いやろ、うん、滲んでる。ピント合ってなかった。 RG8YC チャンピオン RG8YC、 焼け具合見てみましょう。結構焼けてますよ、まあまあ、うん。これがきつね色に焼ければいいっていうな、あれけど、最近結構見な、黒い。トロトロ走ってたらこれが真っ黒になる、ね、うん。で、これが NGK の、見えるかな、 GPR7EAQ、うん、ほんまにこれがこれでいいかどうかっていうのは、間違ってたらごめんで、ね、どうなる間違ってたら。まあ、火花が飛べばいいんだよ。爆発、うん、長さも一緒やろ。お、一緒やん。ここはエンジン爆発してるところに入ってるからな、これ、うん。ここから火花が飛ぶの、ビビって。で、ここに、なんつうの、ガソリンの霧があるわけ。このガソリンの霧の真ん中でこれが光ると。ほんなら、バーン爆発するわけや。で、ゴーン、ピストン押し下げんで、ね。で、タイヤ蹴っ飛ばすね。うん、だから、要は、点火剤やな、点火、点火の。うん、これちょっと入れ替えますね。うん、でもどう違うの？よくわからない。一緒に見る。電極が見て、やっぱちょっとちゃうわ。電極がちょっと背高いな。うーん。もうちょっといっぺんつけてみましょう。うん。ね、これをね、これを斜めに入れるとアウトやね。見えるかな？うん。ここ？ほら。うん、穴ぼこがある。うん、さあ、あれをうまいこと入れれるかな。いけた？うん、いけたな。うん、いけてる感じ。問題はここから回せるかどうか。いけた。お、手で回せるとこまで回すね。で、あとはほんなら斜めに入れんやろ。うん、うん、そうそうそう、あとはレンジでな。ちょっといっぺん冷ますわ。うん、熱いん。熱い熱い熱い、うん、あんまり効果ないぞ、今の夫婦。ちょっとあお。よし、これは明らかに冷めてる時やった方がいいな。うん、よし、もう熱いから早くしたくて、このレンジで待ちきれなかった。これがな、大事やね。これ1本買うといたらね、うん、激烈便利ですからね、うん。どこで買ったんですか？それも忘れました、はい。でも多分ホームセンターです。ほーな、コーナーとかだと思うで、どうせこれ残ってるから、うん。
皮がある。うぜえ。うん。あ、しまうわ。よし、もうこのままでいい。しました。うん、で、カバー？このカバーちゅうこれ、ここから電気来らない。これ電線や、電線。しかも超強烈電線や、ね。押し込むだけ。押し込むのが。お、入った。触覚？実験しよう。今もだからある NGK に日本製に付け替えた。エンジンかからんかったけど。どう？どう？え？え？え？いや、何？全然わからんかったんけど。あ、俺もわかってない。あ、なんか変化ないね今。うん、え？え？え、このパワー？え？わからへん。え？え、まだ全然わからへん。俺もわからへん。何？いっぺんちょっと何や。いっぺん実験してみよう。なんかさ、良くなるって思って走ったから良くなった気がしたけど、普通に変えてたら絶対分かれへん。あー、黙って変えられてたら絶対分かれへん、うん、ちょっと乗ってみて。うん、また全然待ってんの。ちょ、靴履いてくるわ。ちょっと行ってくるわ。うん。こっちや、こっちか。どうでしたか。ぶち回したら分からへんけど、うん、走り出しは滑らかになってるやん、やっぱり。そうですか。うん、あの700、800円ぐらいしたけど、うん、800円の価値はあるな。よかった。うん、ただ一回寝て、うん、翌日勝手になんか小人に変えられてたと、うん、その場合は傷、今日もジプサー滑らかで、うん、調子やわっていう感想で、うん、ね、変えられてることには気がつかないから。そうですね。あの今すぐ乗って、実験したら完全に違うな。うん、800円やから良かった。800円やから
意味はあるな。うん。うん。まあ、ちょっとは良かったんじゃないでしょうか。良かったね。うん。自撮り？うん。バイバーイ。しまおうか。うん。